それは。くぅ！なるほど。よし。よし。あら。ほう。よろしくね。ああ。よし。今日の試合だが、夏、お前には抜けてもらう。なんでだよ、じっちゃん。まあ待て、夏にはルーシー救出を頼みたい。ルーシーを？大馬頭演武で優勝すれば、ルーシーを合法的に返してもらえるかもしれん。だが、全てを信じることはできぬ。二正面作戦というわけですね。フェアリーテイルは試合に出ますが、その裏で別動隊がルーシーの救出に向かう。初代、その通りです。試合にはエルザ、ラクサス、グレイ、ガジル、ジュビアに出てもらう。夏はミラとウェンリーと共に
城へ潜入しルーシーを助け出すのだ。そういうことか。よし任せとけ。ルーシーは必ず救い出す。よし。サバイバルゲーム、その名も大魔刀演武。バトルフィールドとなるのはなんとクロッカスの町全域。各ギルドのメンバーはすでに分散して待機してるかも。町を駆け回り、敵ギルドのメンバーと出会ってしまったら戦闘開始になるかも。相手を倒せば1ポイント、それがリーダーなら5ポイント。どのチームもまだ逆転可能です。いいか。私たちは優勝するしかないんだ。ルーシーを取り戻すために。ナツさんたちが無事救出してくれれば。それに越したことはねえが。だとしても、優勝にはもう一つの目的もある。7年間。苦い思いをしたギルドの奴らのためにもな。行くぞ。おい、栄光なる魔の頂きは誰の手に。大魔導演武開始です。さあ各チーム一斉に動き出したかも。衝突し、激しい戦いが繰り広げられています。しかし、フェアリテイルはまだ動いていません。何の真似じゃ。ルーシーを助けるために勝たなきゃならんのだぞ。だからこそ冷静にならねばなりません。私は今までの4日間で敵の戦闘力、魔法、真理、行動パターン、すべてを頭に入れました。それを計算し、何億通りもの戦術をシミュレーションしました。敵の動き、予測と結果位置情報、ここまですべて私の計算通りです。作戦はすでに伝えてあります。仲間を必ず勝利へと導く、それが私の戦です。妖精の星作戦発動。了解。各自3回次の目的地まで進んでください。おお、初代の言う通りことが進んでおる。出会う者を次々に撃破、相手の動きを全て読んどる。
よし。なんと、慈悲。よし。エルサ様、できれば他の形で出会いたかったが、やむを得まい。も向こうにもう一人いるだと。ギヒ、初代の言った通り、獲物が引っかかりやがったぜ。すまないな、イチュー、ここで狩らせてもらう。そうか、私は待ち伏せされていたわけか。エルザさんがそこまで私を追い求めていたとは。違う。会いたかったよ、マイハニー。あなたのための一夜です。エルザ、あんなのが趣味だったのか。違う、全力で否定する。力のパルタム。クックッ。おい、あいつ本当に強いのか。油断するな。ああ見えてすごい魔導士なの。カッコ、行くぞ。エンタグラムソード。鉄路線。エルザさんと戦うのは心苦しい。これもブルーペガサスのため。微笑み、スマッシュ。エルザさん、相変わらず素敵なパルタムだ。カグナ、フォトンスライド。鉄流の暴走。鉄流走奇神。力のパルタム。それクンクン。まだ強化しようというのか。フォトンスライド。鉄流の暴走。鉄流の。ゼロ距離吸引。力のパルファム。マックスメーン。なんだと。これを使う。まだまだ行くぞ。クンクン。俺クンクン。これ以上は手に負えなくなる。おいおい、嘘だろ。まだ強くなるってのか。力のパルファム。ひらめき無限大。これを使う。鉄流の暴走。カット、天輪の鎧。アークレスオード。力のパルファム。それクンクン。まだ強化しようというのか。カット、行くぞ。エンタグラムソード。
スリューのフォトンスライド力のファルファムひらめき無限大そんなこれを使うよし力のパルパムそれクンクンまだ強化しようというのかこれを使う加速ミニティソードクルオーマ鉄人剣力のパルファムひらめき無限大そんなこれを使うよし力のパルファムひらめき無限大なんだとこれを使う力のパルパムそれクンクンまだ強化しようというのかこれを使う使う力のパルファムひらめき無限大そんなこれを使うよし力のパルファムそれクンクンまだ強化しようというのかこれを使う守るぞ力のパルファムひらめき無限大これを使う悪いな力のパルファムそれクンクンまだ強化しようというのか守るオーマ鉄人剣力のパルファンチを思い出させてやる俺の恐怖をオーマ鉄人剣守る大魔鉄人剣力のパルファムひらめき無限大なんだとこれを使ういける力のパルファムそれクンクンまだ強化しようというのかこれを使う守るぞ力のパルファムひらめき無限大なんだとこれを使ういける力のパルファムそれクンクンまだ強化しようというのか加速
風神の鎧剣、風神の剣、我々の勝利だ。無念、行けエルザさん、私の屍を越えて。楽に一匹片付いたな。初代の読み通りにことが動いた。さすがは妖精軍師メイルス。よし、次のポイントへ向かおう。おう、またな。その調子です。一気に片付けるぞ。二人で一気に片付けんぞ。二人一緒にどこまでも。愛してるジュビア。新婚旅行はどこになさいます、ダーリン。お前の頭の中はどうなってるんだ。いかん、早くジュビアの目を覚まさねば。グレイ、勝った方がジュビアをもらい受けるという約束、覚えているだろうな。そんなもん知るかよ。だが、俺たちは負けるわけにはいかねえ。行くぞ、ジュビア。はい、グレイ様。あいつめ、エース。アイスメイクアンパード。
交換ヒール。アイスメイクエンブ俺がチームワークはなってね、つけ入る隙はある。俺たち、はい、グレー様。アイスメイクアイスブリンガー、アイスメイクスノードラゴンだ。ウォーカーヒール、天神メイクハンマー、アイスメイクエンブ、切り刻みます。ウォータースライダー、天神のドボーン。アイスメイクスノードラゴンだ。ウォーカーガーレン、天神の舞。アイスメイクアイスブリンガー、アイスメイクスノードラゴンだ。天神のドボーン、アイスメイクアイスブリンガー、ウォーカーヒール、アイスメイク、メイクコールドエクスカイバー、天神の舞。アイスメイクコールドエクスカイバー、ウォーターカーレン。シェリュー、グレイ、覚悟しろ。アイスメイクハンマー、ウォーターゲット、アイスメイクハンマー、超人白鳥の強さだ。アイスメイクカンパード、ウォーターヒール、グレイ覚悟しろ。アイスメイクコールドエクスカイバー、切り刻みます。ウォータースライダー。
イスメイクコーンドエッグスライダー超人発祥の翼だ。相スメイクコーンドエッグスライダー相スメイクシールド。これなら天神が俺たちならもっと力を合わせられる。グレン様、全魔力をぶつける。はい、行くぞ。シェリア、回復だ。行くぞ、ジュビア。はい、グレー様。行け。シェリア、ぼーっとするな。ウォーターデブラ。アイスゲイザー。おのれ、シェリア。いつまで手握ってんだよ。一生です。怖えよ。ほら、次の場所行くぞ。はい、よくもレクターを。それでよい。父上の恐怖統制は今ここで終わりを告げよう。父上の力をも超えるスティングこそ新たなるマスター候補にふさわしい。黙るがよい。負け犬などいらんのだろう。持論に従うなれば。スティング、そなたになく夏というものにあるの。それこそが思いの力だ。思いの力。知らず知らずのうちに父上に感化されていたようだが、仲間などいらぬ。力こそが全てだが、そなたの本質は違う。レクターを思う気持ちが力となる。そなたはその力を手に入れたのだ。そなたは夏をも超える。お嬢、俺はもう。案ずるな、レクターは生きておる。わらわの魔法で別の場所へと飛ばした。本当かお嬢。ありがとう、ありがとうお嬢。早くレクターを元に戻して。本当にありがとう。甘えるな。大魔党演武にて優勝をするまではレクターは渡さん。何言ってんだよお嬢。頼むよ、今すぐレクターを返して。わらわは父上とは違う。しかしセーバートゥースのあるべき姿が天下一のギルドであることに変わりはない。そなたは手に入れた力を証明せねばならん。勝つことで
民に力を誇示せねばならん。愚かな考えは起こすでないぞ。レクターの命はわらわが握っていると知れ。俺は必ず優勝する。俺のシナリオは考えうる最高の優勝へ向かっている。見ててくれレクター。セイバートゥースのスティング、ラクリマビジョンのカメラで捉えられません。今どこにいるのでしょうか。よく頑張りましたね。ガジル、クソ、初代の作戦がめちゃくちゃじゃねえか。どこで狂っちまったんだ。私の計算が、どこで、ないでなんかないです。ないでなんか。誰か全力で初代をあやせ。しつけえな、お前も。俺はサラマンダーほど優しくねえから覚悟しろよ。一日やそこらで力の差は埋まらねえ。諦めろ。ドラグニルほどではない。なんだと。ゴーマ鉄螺旋。英雄の音。ゴーマ鉄人剣。奇神もう一遍言ってみろよ。これ誰が誰ほどじゃねえって。少しずつ分かってきた気がする。お前が何度フェアリーテイルに入ったのか。何の話だ。覚えてないのも無理はね。俺は坊主頭のガキだった。お前のいたギルドファントムロードに憧れるただのガキだった。俺はファントムロードのガジルに憧れていたんだ。だがフェアリーテールとの交渉に敗れギルドはガキさん。こともあろうかお前は憎きフェアリーテールに入った。信じられなかった。よりによってファントムロードを潰したギルドに入るとはな。そこには意味があるはず。お前がフェアリーテールにいる意味、それも分かってきた。仲間だろ。お前たちが強い理由も今なら分かる。俺たちじゃ勝てないわけだ。立て。お前は何も分かっちゃいねえ。ギヒ、カエルは仲間だろ。カエル。クロム様。フロッシュは猫だ。そうだ、フロッシュは俺の仲間だ。かなわないな。ロール。誰だ、どこにいる。ロール、ガジンも殺せ。それがお前の運命だ。おい、どこにいるんだ。どこに。
バカ。俺はお前の影だ。力を貸している。ガジンを殺せ。おい、どうしたんだ急に。ガジルを殺せ。それが俺の運命だ。力を貸してやる。少しだけ力を貸してやるぞ、ロング。誰だ。影、運命を司る影。エリューのシャドープレス。眠れ、暗い。なんだか知らねえが、とことんやり合いてえってことだ。面白え。やだ、夏ドラグニオン。エリューの粘着戦。その夏ドラグニルも今の俺の敵ではない。眠れ。ゴーマ鉄螺旋。何、エリューの粘着戦。
なんだか知らねえが、とことんやり合いてえってことだ。面白い。シャドウドライブ。ゴーマ、鉄路線。何？いや、夏ドラグニロ。粘着線。行くぜ。行くぜ。行くぜ。これがあのガジルか。たわいもない影がお前を侵食する。そして永久に消えるんだ。眠暗闇の中で。ギヒ、サラマンダーにできて俺にできねえはずがねえ。何よ。誰だか知らねえが、そいつの体から出ていけ。ローグから。それとそいつの名前はローグじゃねえ。俺の弟分だったライオスだ。お前は俺に憧れてたんじゃねえ。あの頃の俺がそんな男じゃなかったのは俺が一番よく知ってる。お前は俺を恐れていたんだ。もう一度思い出させてやる。俺の恐怖を。これは鉄エリル。防ぎきれねえなら影を食ってやろうじゃねえか。俺の知らないガジル。までの威勢はどこ行ったんだ。お前ゴーマ、鉄路線。楽勝だな、ギヒ。所詮今のローグにはこの程度が限界か。あ、消えた。もうやめて、ローグが死んじゃうよ。もうやめて。勝負はついた。何もしねえよ。クロシュ、ローグ、なぜここに。お前、あれ体中が。俺は負けたのか。覚えてねえのか。あの影何だったんだ。
どこだ。初代はここで遭遇するって言ってる。お主はジュラ。おいおい聞いてねえぞ。聖天大魔道が相手とはよ。すみません、私の読みが外れたばかりに。お主とは一度拳を交えてみたかった。かのマカロフ殿の。おっと、その先は言うな。ここに立っているのは英霊称号を背負ったおっさんでも誰かの孫でもねえ、ただの2匹の男だ。良い目だ。ここはラクサスに任せましょう。彼を抑えられればだいぶ有利になるはずです。よし、初代の作戦ではここに来ればセイバーに。カグル、初代の読みが外れた。ガジルもいないが、やるしかない。噂通りの武人か、見せてもらおう。ティターニア、誰が相手であろうと押し通る。行くぞ、エンタグリルソード。抜かぬ太刀の方。納刀したままでこれほど。フォトンスライド。私に届くか。私に届くか。カット、風神の鎧剣、風神の剣、王の方。カット、ミニティソード。カット、風神の鎧剣、風神の剣。私に届くか。カント、やえ、太陽の剣。抜かぬ太刀の方。カント、行くぞ、ペンタグリムソード。王の方。カント、ミニティソード。カット、風神の鎧剣、風神の剣。ザンの方。上等エミザクラ。わらわも混ぜてはくれないか。ミネルヴァ、我らがセイバートゥースを随分と信頼を落としてしまった。無論言うまでもなく、そなたらのギルドによってだ。エルザ、カグラ、我がギルドこそが最強である証明を示すためには、そなたらごときはまとめて始末してみせようぞ。大した大口だ。ごたくはいい。来い、ウッダーグル、ネア、ウェル、ミュー、ダルス、エルカンティアーズ。ヤクマ18等身魔法。ヤグド、リコール。ミネルヴァの凄まじい一撃。
人とも無事のようかも。なるほど、よもやここまでやるとは計算外だ。このままでは拉致が開かぬ。少し趣向を変えよう。先ほど捕らえた子猫だ。ミレーナ！見えるか、この娘の苦しむ姿が。この空間の中で常に魔力を奪い続けておる。安心するがいい、人質を出しに屈服させるつもりはない。趣向を変えると言ったであろう。そうだ、その表情が見たかった。ミリアーナを離せ。そなた、王者の戦いというものを見せてやる。二度は言わぬ。命あるうちに私の仲間を解放しろ。奪ってみせよ。虎を食うのは二頭目になるな。今度はうまい虎が食えるとよいな。入れ替わった。入れ替えられた。二人で決着をつけよう。勝者の相手をわらわがしてやる。乱入してきた割にはずいぶん情けない王者だな。自分の戦略通りに駒を動かすのが王者。光栄に思え。2対1ではさすがにかなわぬ。そこの見積もりは誤ったことは認めよう。王者は勝たねばならぬ。どんな状況にあってもな。ミリアーナを返せ。貴様が仲間のふりをするな。積もる話もあるようだしな。邪魔をした。条件は飲む。ミリアーナを解放しろ。まんまと出し抜かれたな。黙れ。貴様も虎女も私が斬る。本気で行くぞ。望むところ。フグ大天使は超の方。関東行くぞ。エンタグラムソード。フォトンスライド。守る。そんな。関東風神の鎧剣。風神の剣バット。フグ大天。カット。ユニティソード。これを使う。さてフグ大天他の方。そんな。これを使う。カット。行くぞ。エンタグリムソード。フグ大天他の方。そんな。カット。ユニティソード。カット。風神の鎧剣。風神の剣。これで。フォトンスライド。バット。フグ大天。さて、上等レミザクラ。これで。驚いた。これほどのものがいようとは。その強さはジェラールへの恨みゆえなのか。貴様がジェラールにどのような恨みを持っていようか構わぬ。だから未来に向かって歩き出したミリアーナを巻き込むな。
あいつの意志だ。私の意志も同じ。ジェラールを殺す。何があったというのだ。その男のことをそなたもよく知っているはずだ。ジェラールに殺されたシモンは私の兄だ。シモン、妹。私たちは貧しかった。幸せだった。しかしその幸せは17年前の子供狩りで終わりを告げた。逃げ延びた私は何年も兄を探した。そしてミリアーナに出会い、兄の壮絶な苦しみとその死を知った。何年も奴隷として働かされ、ジェラールに殺された。目の前が真っ黒になった。そして私は新たに誓ったのだ。兄の仇であるジェラールを殺すとき、この刀を抜こうと。ミリアーナはそこにはいなかった。あの場にいたのは私とジェラールとナツとシモン。確かにシモンが死んだのはジェラールのせいかもしれない。だから殺したのはジェラールじゃない。ジェラールをかばうつもりか。いや、真実、私の弱さがシモンを殺したのだ。わけにはいかない。この命を諦めること、旅立っていった者たちへの冒涜。貴様もジェラールもまとめて殺す。絶対に殺してやる。それがお前の活力ならそれもよ。その思いを踏みにじるつもりはないが、するつもりもない。私はお前を知っている。いや、思い出したというべきか。名前は知らなかった。シモンの妹くらいの記憶しかなかった。まさか。そうだ、私もローズマリー村出身だ。シモンやお前と同じ。あの時の私の代わりに捕まった。シモンからはお前の話をよく聞いた。私もずっと気がかりだった。お前の無事を願っていた。今もな。心の整理はまだつかない。しかしこの勝負は私の。勝者はエルザ。しかし得点はわらわのもの。言ったであろう、王者の戦いを見せてやると。
王者はうまいものしか食わない。人魚の頭、羽をもがれた妖精とかな。貴様、次はそなただ、エルザ。しかし、その怪我では勝負は見えておる。戦闘不能だ。得点をわらわに。待つのも退屈だったのでな。痛めつけて遊んでおったのだ。良い悲鳴であった。貴様！キターニアの公開処刑としよう。ミネルヴァ。お前たちは一番怒らせてはいけないギルドを敵に回した。怒りは利用に悪いぞ。カッコ行くぞ。エンタグラムソード。カッコミニティーソード。風神の鎧剣。風神の剣。ワイズ。カント天輪の鎧アクレスオード。テリトリー。これを使う。テリトリー。カソミニティーソード。カソ行くぞ。エンタグラムソード。テリトリー。カント行くぞ。エンタグラムソード。テリトリー。カント風神の鎧剣。風神の剣。テリトリー。
風神の鎧剣、風神の剣。テリトリー、加速トリニティソード、加速行くぞ、エンタグラムソード。テリトリー、加速トリニティソード。これを使う。テリトリー、カット行くぞ、エンタグラムソード。テリトリー、カットリミティソード。風神の鎧剣、風神の剣。テリトリー、上等紅桜、風神なんだというのだ。これで終わりだ。お前は私の大切なものを傷つけすぎた。やめろ、アロハは、アロハは、カット、若髪の鎧。報いを受けよ、中神聖祭。エルザ勝利、セイバーズスのリーダーを撃破しました。烈竜奥義、ナルミカズキ、ラクサス勝利、聖剣の魔導士を撃破。逆転逆転逆転。セイバートゥースはスティングただ一人、そしてフェアリーテイルは五人全員健在かも。ここまで俺の願った通りのシナリオになるとはね。これはもう運命なんだろうな。もしやフェアリーテイル全員を倒せば逆転、この展開を狙っていたのかも。俺はここにいる、来いよフェアリーテイル。壮観だね。みんな、俺が7年前に憧れた魔導士ばかりだ。お宅はいい。これが最後の戦いだ。サシでやってやる。誰がいい？まとめてでいいさ。その怪我じゃサシはつまらねえ。あまりフェアリーテールを舐めないことです。とんでもない。あんたらには敬意を払っている。だからこそまとめて潰す。この時を待っていた。ネクターに見せてやるんだ、俺の強さを。何のことだか知らねえよ。本気か？よかろう、そこまでの覚悟があるならば
相手になるぞ、スプーン。そう来なくちゃ。見せてやるぜ、覚醒した俺の力。ああ、全員もうボロボロじゃねえかよ。押せば倒れるくらいにボロボロで、ここまで来たんだろ。こいつらをまとめて倒せばレクターに会える。そう、レクターに。進め、俺は強くなった。レクターへの思いが俺を強く強く強く勝てる。ない降参だ。決着、大魔党演武優勝はフェアリーテイル。スティング、なぜ向かってこなかった？会えない気がした。勝てば会えると思ってたのに、なぜか会えない気がしたんだ。自分でもわからない。あんたたちが眩しすぎて、今の俺じゃ会えないって。会えるさ。レクター、スティングか、スティングか、レクター。ああ、この大歓声を、最強ギルドフェアリーテイル完全復活かも。私の計算通りですね。途中からめちゃくちゃだったじゃねえか。フェアリーテイルすごい。ああ、負けたのにこんなに気分が晴れたのは初めてだ、フロッシュ。俺は仲間を大切にする男になりたい。フローも様。終わったな。とりあえず大会は。信号弾を見た者を。いや、見てねえな。あのさ、神器くせえ顔すんじゃねえよ。ちょっとガジル君。いや、なんでナツさん出場してなかったの？何かあったんですか、ナツ君に？無事なのか、ナツ。無事。ようやった。よく頑張りましたね。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。あの方の言う未来は全て真実。大魔党演武の最終戦始まるみたいね。よし、今がチャンスだな。でもバレないようにお城に忍び込むにはどうすれば。大丈夫、考えてあるから。さすがミラだ。
よし。結局どうすんだ、いっそやっちまうか。ここは私に任せて。なるほど、兵士のふりをして潜入するわけですね。でも私たちはどうすれば。私に捕まったふりをすればいいのよ。なんだそいつらは。侵入者だ。あの妖精の娘を助けに来たんだろう。フェアリーテイルか。陛下も国防大臣もいないし、牢に入れておくしかなかろう。了解。おい、牢はこっちだぞ。あ、すまない。ここに配属されたのは最近でな。うまくいったな。姫様、今が好機かと。そうですね、始めましょう。エクリプス2計画を。持ってかれちゃったんだけど。
よし。よし。ぶっ壊せ。離れてろ。あとはどうやって脱出するかね。できることなら誰にも見つからずに城を出たいな。あの、待ってください。雪乃、エクリプス計画は今夜実行しなければなりません。大臣から指揮権を奪い返す必要がある。力を貸してくれないだろうか。なんで俺たちがやんなきゃなんねえんだよ。人類の危機が迫っているのです。エクリプスを起動しなければ。まず姫に会われるがいい。その上でエクリプスが正しいかどうかは君たちで決めてくれて構わない。そう言うんだったら仕方ねえか。考えるのは後、姫に真実を問いただしましょう。誰だお前。姫様、大変です。魔導士に脱獄されました。やはり。ダートン、陛下と共にドムスフラウに行ったのでは。それはどういう意味です。あなたこそ裁判を待たずにアルカディオスを投獄するなど。そこまでお見通しでしたか。さすがです。いいえ、おそらく世界は変えねばならないでしょう。
これは誰にも言ってはならないとあの方との約束だったのですが、あなたには話しておいた方が良さそうですね。エクリプス2計画のことを。これが本当のエクリプス計画です。この計画が失敗すれば明日この国は滅びるのです。なりません。私とてあの方の言葉半信半疑なのです。あの方は未来を知っています。大魔党演武の結果を知っているのです。あるギルドがありえない結果で優勝すると聞いています。特殊な結果ゆえ予想は不可能。もしもこの結果が現実になることがあれば、私はあの方を信じようと思うのです。それに足る結果なのです。私は未だにその結果を信じられないのです。あの方の言う未来は全て真実と言っても良いでしょう。私はエクリプスの扉を開きます。あの方は未来から来たと言ってました。鍵はすでに用済みです。昨日のうちに12の鍵を使いエクリプスの錠を外しました。あとは扉を開くだけです。人間の手で、私一人では無理です。だからあなたの認可と、本当はアルカディオスにいてほしかった。扉を開くかどうかは大魔党演武の結果次第。今は大会を見守りましょう。ごめん、力を貸して。その声、君は。ルージのことはもう知ってるよね。エクリプス、まさか。あんたはエクリプスを使って未来から来たの？なあ！そんなバカな。私の記憶だとね、牢を脱出した後みんな王国軍にまた捕まっちゃうの。だからその前に知らせようと。未来のルーシーが体験した事実というわけか。何言ってんだ、あんな奴らに捕まるわけねえだろ。そうね、さすがにやられる気がしないわ。私たちは逃走中にエクリプスに接近しちゃうの。そのせいで魔法が使えなくて全員捕まっちゃう。そりゃドジだな。運が悪かったとしか。ふう、あの時が来るまで私たちは牢の中にいた。あの時、あのルーシーさんはどうして未来からやってきたんですか？最悪の未来を変えるため。最悪の未来だ。一体あなたのいた未来に何が起こったのですか？この先に待つのは絶望。1万を超えるドラゴンの群れがこの国を襲ってくる。町は焼かれ、城は崩壊し、多くの命が失われる。な、うん、じゃあ、そりゃ声が大きいぞ。大変だ。1万を超えるドラゴン、なんでそんなことに。もしかしてドラゴンのお墓と関係あるのかな。どうかしらね。なんということだ。とにかくこうしちゃいられねえ。戦闘準備だ。戦うの？無理があるよ。みんな信じてくれるの？嘘なのか？違うけど、こんな話誰も信じてくれないんじゃないかって。
なんでルーシーの言葉を疑うんだよ。未来の自分ながら情けない。もっと仲間を信じなさいよ。自分に説教を。でもそうだよね。これでつながったわ。崩壊するメルクリアス、城の中で歌う、いいえ、あれは泣き叫ぶルーシー。泣く？なんで？ねえ、ドラゴンが来た時、同じ城の中にいた私たちはどうなったの？シャルル、察してあげよう。多分私たちは死んじまうのか。そんな、オイラたち死んじゃうの？私といたから、不運にも。何日経ったか覚えてない。目を覚ました私はエクリプスのことを思い出した。起動方法なんてわからなかったけど、無我夢中で扉を開けた。過去に戻れるかもしれないって信じて。そしたらね、本当に過去に戻っちゃったんだ。791年7月4日に。4日って、つい最近じゃないか。エクリプスって、そんなちょっとしか過去に行けないの？わからない。一部壊れてたから、そのせいかもしれないし。なるほどな。姫に助言をした謎の未来人とは、こいつのことだったのか。しかし、気になるな。町は、大魔塔演舞を撮影してるラクリマがそこら中に配置されてる。地下を通ってジェラールたちと合流してほしいの。ジェラール？彼には全部話してある。今対策を練ってるはずだから。対策を練るって？ごめんね、私は未来から対策を持ってきたわけじゃない。あの事態をどうすれば回避できるかわからないの。やはりお前が姫にエクリプス2を助言したはず。それと4日に来たというのも嘘だ。何のために仲間に嘘をつく。本当ごめん。これじゃあ私何のために来たのか。今日までどうしていいかも分からずに街をうろうろしてた。いや、俺たちが何とかする。ありがとうな。俺たちの未来のために必ず未来を変えてやる。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。あの方の言う未来は全て真実。これより人類の存亡をかけた戦いが始まります。エクリプス2改めエクリプスキャノンを地上へ。よし、休憩終わり。先に進みましょう。アルカディオスさんがいません。何？なんで勝手なことするかな。アルカディオス大佐、あなたには王国反逆罪の容疑が。姫はどこに？あ、いや、すでにエクリプスのところか。確かめねばならないことがある。あれは嘘をついている者の涙ではない。嘘をついているのは姫の方だ。また出てきやがった。やるしかねえか。アルカリオスさんを探さなきゃ。それにエクリプスも気になる。張り切っていきましょう。扉、アクエリアス！
くらい楽勝ね。姫。アルカディオス様。ここに集まっているのはすでにエクリプス2のことを知っている者たちですか。ええ、今すべての兵に情報共有させています。あの未来から来た方の言葉は真実でした。これよりエクリプス計画は第二計画に移行します。ゼレフ教を消滅させるための第一計画は破棄なさるのですか。いいえ、今は目の前の脅威を取り除くのです。我が主君の言葉を疑うなど騎士道にあってはならぬもの。あなたの言葉が正しいとき、私はこの命を捨てましょう。一瞬でも我が主君を疑った不名誉とともに、私は死ぬ覚悟です。姫、真実を語ってください。アルカディオス様、これは一体。私は姫の言う未来人に会いました。エクリプス2のことなど知らなかった。これから起こることは知っていたが、対処法がないと涙を流した。いいえ、あの方ははっきりと対処法を私に示しました。ではその未来人が嘘をついていると。私には彼女が仲間を騙して得することが思い浮かばない。彼女、うん、私に助言した未来人は男性の方でした。そうか、そういうことだったのか。ジェラール、俺はこんな単純なことを見落として。どうかしたの？未来のルーシーは7月4日に来たと言った。しかし実際には3日の24時。毎年謎の魔力を感知しているのに、やってきたのは最近？いや、7年間我々が感知していた魔力の正体はエクリプスで間違いない。今年はそれが人間だった。エクリプスというゼレフ書の魔法を使って未来からやってきた。そのためゼレフに似た魔力が体に残留してしまったんだ。もし未来から来たルーシーの話を全て信じるなら、ルーシーが来たのは3日の夜。ならば7月3日の夕刻に見たルーシーは、俺が3日の夕刻に見た人影はルーシーではなかった。もう一人いたんだ。もう一人いたってどういうこと？そいつもエクリプスを使ったせいでゼレフに似た魔力を帯びている。ルーシーは未来を救うために来た。もう一人は何のために来た？もう一人の未来人、狙いがわからん。城へ急ごう。さて次は、お前誰だ？影が伸びる先は過去か未来か、人の心か。懐かしいな、夏ドラグニア。俺はここより先の時間から来たローグだ。ローグ？あのセイバートゥースの？未来から来たっていうの？私以外にも？なんで？お前、なんか雰囲気変わったな。何しに来たの？未来から。扉を開くた。エクリプスのこと？エクリプスには二つの使い道がある。一つは時間の移動。もう一つは攻撃用兵器、エクリプスキャノン。1万のドラゴンを倒せる唯一の手段。1万のドラゴンを倒せる？じゃあ話は早いな。味方ってことじゃねえか。やった、
話はそんなに単純ではない。俺は今から7年後の未来から来た。7年後、世界はドラゴンによって支配されている。生き残っている人類は1割にも満たない。もちろんエクリプスも現在ほどの力を持っていない。今ここでドラゴンを止めなくば、この世界は終わる。だから扉を開けてぶっ放すんだろ、ドーンって。単純じゃねえか。しかし7年前、つまり現在、扉を開くのを邪魔する者がいた。そいつのせいで扉は開かなかった。1万のドラゴンに向かい、エクリプスキャノンを発射できなかった。世界を破滅へと導く者がいた。俺はそいつを抹殺するためにここにいる。そうね、その人にも事情を話せば邪魔なんかしないんじゃないかしら。何も殺す必要はない。大きな時の接合点では言葉で行動を制御できない。たとえ今説得できたとしても、そいつは必ず扉を閉める。そう決まっているのだ。決まっている。運命からは逃げられない。生きる者は生き、死ぬ者は死ぬ。扉を閉める者は扉を閉めるのだ。たとえ何があっても生きている限り。よくわからねえ言い回したな。つうか、その邪魔者って誰なんだ。お前だ、ルーシー・ハートフィリア。ルーシールーシーが二人だと。しっかりして、ルーシー。私、扉なんて閉めてない。分かってる、私はそんなこと絶対しない。なんで自分をかばったの。あんたの方が過去の私だから。あんたが死んじゃうと、どうせ私も消えちゃうの。自分に見取られて死ぬのって変な感じ。私だって変な感じよ。死なないでよ。もういいの。二度と会えないと思ってたみんなにもう一度会えた。私はそれだけで幸せ。ルーシー、嫌だよ、死なないでよ。私はこの時代、この世界の人間じゃない。この世界の私は仲間と一緒に生きていく。悲しまないで。悲しいよ。どこの世界から来ようと、誰が何と言おうと、ルーシーはルーシーだよ。仲間なんだよ。悲しいに決まってるじゃないか。ねえ、ギルドマーク見せて。あんた、右手。夏、見て、フェアリーテールのマーク入れてもらっちゃった。もっと冒険したかったな。未来を守って。扉を閉めた自覚がなかった。何が扉よ。私はそんなこと絶対しない。なのに今はない。だが数時間後にはお前は扉を閉める。私は扉なんか閉めない。めちゃくちゃなこと言って、あんた何が目的なの。扉は閉まる。そう決まっている。お前が生きている限り。未来の私が閉めないって言ったんだ。私は
自分を信じる。お前の言葉に真実などない。全ては運命によって決まっていることだ。運命なんか焼き消してやる。ルーシーの未来は誰にも奪わせねえぞ。未来を守って。約束する。ルーシー、ここから離れろ。でも、ここは夏に任せよう。狙われてるんだよ。あいつから逃げなきゃ。逃がすか、ジハートフィリア。させるか。あなたは私たちがここで止める。邪魔だ、ドラグニュー。お前を殺しても歴史に何の影響もあるまい。お前そんな奴だったか。歳月は人を変える。ここで死ねる、ナズドラグニュー。お前は俺の目の前で大切なものを奪ったんだ。お前のやり方は信じぬ。俺は俺たちのやり方で未来を守る。それがお前の力か、夏ドラグニル。モード白エリア、これが光と闇の相続性。スティングを殺して奪った力だと言ってる。この時代から見ればもう少し先の話だ。お前そんなに命が何とも思わねえやつだったのか。そう、お前もここで死ね。お前がどんな力を持っていようが、ここから先へは行かせねえ。もう二度とルーシーには近づけさせない。発生竜の真相、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。カリューの結果。テイクオーバー、サタンソウル、しかり発生竜の王冠。テイクオーバー、力のぶつけ合いってことでいいのよね。カリューの王冠。グレンホーワー、お前がどん、もう二度と発生竜の真相、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。カリューの王冠。これを使え、エリュー宣言。テイクオーバー、力のぶつけ合いってことでいいのよね。カリューの結果。カリューの結果。発生竜の真相、
に敵じゃなかったのね。無駄なあがきを。発生流の神速。余興は終わりだ。発生流の足流か。フラッシュフォワード。邪魔が入ったか。逃げられた。ナッツ、しっかりしなさい。メルディ、応急薬を急いで。うん。何よこれ。ナッツ、まずい。影に囚われてしまう。これよりドラゴン迎撃に備えてエクリプスキャノン発射シークエンスに移行します。会場。姫の意志、最後まで見届けよう。ドラゴンの進軍状況は。西方、東方の観測所、いまだ敵影なし。住民の避難の方は。兵士たちが順次誘導しています。願わくば一撃で全滅させたい。これだけの魔力再装填には年単位の時間がかかります。すごいところに出くわしちゃったわね。扉が開くとこみたい。隠れてる必要はない。出てきなさい。オイラたち何も悪いことしてないぞ。あんたと大臣が一緒にいるってことは。フェアリーテイル、この度は申し訳ありませんでした。今は緊急事態のため、正式な謝罪は後日改めて。お姫様だ、シャレル。それと大魔党演武、優勝おめでとうございます。優勝、皆さん、やったんですね。さすがだな。なんで扉を開いてるの？まだドラゴンは来てないのに。ドラゴンのこと。ええ、彼女らも事情は知っています。そういえば未来から来た君は。殺された。もう一人の未来から来た男に。その男は言ってた。私が扉を開くのを邪魔したせいでエクリプスキャノンが撃てなかったって。だから君を殺そうと。邪魔をするのですか？そんなことしません。だけど、どうしてドラゴンが来てないのに扉を開いているのか気になるんです。単純なことです。砲撃までに時間がかかるからです。ドラゴンが現れてからの開門では間に合いません。本当にドラゴンを倒せるんですか？全部確実とは言えませんが、最悪の事態に備え陛下も策を講じているはずです。というわけで、大魔党演武の余韻に浸る暇もなく、大変心苦しいのだが、今、この国は存亡の危機にある、と、さっき聞いた。一万のドラゴンですと？今、城では大規模な作戦が遂行されておる。エクリプス計画。この作戦の目的は一万のドラゴンを一掃するというもの。しかし相手は大軍ゆえ必ず数頭、あるいは数百頭かが生き残ると推測される。魔導士ギルドの皆さん、どうか私たちに力を貸してください。生き残ったドラゴンを皆さんの力で倒してほしい。この通りです。この国を救ってください。おう、当然だ。任せとけ。おお、私たちの仲間が王国軍に囚われているのだが。無事です。
さっき姫と合流したとの報告が。よし、もう一暴れするか。ドラゴン、俺たちの出番ってわけだな。頑張れスティンガガン。クラウも応援する。全てのギルドの意志が一つ。いいや、みんな戦うのだ。お前との共闘も懐かしいな。足引っ張るなよ。ウェンディは無事なの？おそらく大丈夫ですよ。戦じゃの。ああ、やってやろう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。カボ、見ろ、人類の希望の扉が開く。勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね。ヒゲがピリピリする。確かにこれならドラゴンを一掃できるかも。これほどの魔力が一箇所に。これで未来は救われるんですよね。うん、未来から来たルーシーさんも浮かばれますね。ルーシーさん？ダメ、扉を開けちゃダメ。今すぐに扉を閉めなきゃ。扉を閉めて、今すぐ。その扉を開けちゃダメ。ルーシーさん、どうしたの急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません、これは大軍のドラゴンに対抗できる唯一の兵器。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あれは扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのがエクリプスキャノンです。それは違う、あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君にあらせられるぞ。あの扉は400年前とつながって。何？すごい地響きだ。扉からドラゴンが。これほどなのか。嘘だ、こんなの勝てるわけねえ。もう一頭出てきた。どうなってやがる。まだ出てくるぞ。扉はどうやって閉めるの？早く。そこの台座で。このトリガーを引くのね。精霊魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから来るんですね。また一頭現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらないんですか？次から次へとドラゴンが出てくるよ。なんで、なんで扉が閉まらないの？私の選択のミスで世界が終わる。世界がドラゴンの怒りに染まる。私はそんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。私の分まで笑って泣いて生きていくんだ。だから私は未来を守る。この地響き、夏スタン、どうしたらいいの？行かなきゃ、約束したんだ。未来を守る。
精霊魔導士の力が足りない。私がいます。雪の。ルーシー様、報道十二門の鍵を出してください。私の鍵と合わせて十二の鍵で扉を封じます。精霊で。ルーシー様、わかった。鍵が金色の光に。王道十二門の精霊たちよ、悪しき者を封じる力を貸して。開け十二門の扉。ゾディアック。すごい、全部の精霊が。喜ぶのはまだ早い。何頭のドラゴンが出てきた？7頭です。やってくれたな、ルーシー、雪乃。だが7頭もいれば十分。夏はどうしたの？正直、1万は制御しきれん。何の話？あの方は私に未来を告げた。奴が姫を騙した未来人。あんた、まさか最初からそれが目的で。よく聞け、愚民ども。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まるのはドラゴンの時代。手始めにこの町にいる魔導士ども、皆殺しにしてこい。さっき制御とか言ってたが、まさか。ドラゴンを支配する秘術、双竜魔法。あいつの目的は何なの？わかりません。こんなことに何のメリットが？ここはお前に任せるぞ、ジルコニス。ははは、うまそうな人間どもだ。あいつはドラゴンの墓であった。我が名はアトラス・フレイム。貴様に地獄の炎を見せてやろう。夏ドラグニュー、街を見ろ。もう何をしようが手遅れ。終わりだ。お前の目的は何なんだ？7年後、世界はドラゴンによって支配されていると言ったのを覚えているか？だがそれはエクリプスからやってきたドラゴンではない。支配者の名はアクノロギア。たった一頭のドラゴンによって世界は支配されている。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日々。俺はドラゴンを操る秘術を編み出したが、アクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒せるのはドラゴンだけだ。そのためにドラゴンを呼んだのか？それだけではない。アクノロギアを倒せば俺がドラゴンの王だ。お前、支配する側に回るんだ。ゾクゾクする。お前は本当に運が悪い。聞こえるか！熱流魔法ならドラゴンを倒せる。今日、この日のために俺たちの魔法があるんだ。今、戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。行くぞ、ドラゴン狩りだ。
エクリプスを通じて二人の未来人がやってきた。一人は私、もう一人はローグ。話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させこの時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は一万のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして二つ目の未来、これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことでドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後、アクノロギアが現れ世界を支配することになる。そこでローグは1万のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。ローグの計画通りにはならなかったけど、7匹のドラゴンが出てきてこの世界は大混乱に陥った。行くぞ、ドラゴン狩りだ。無駄なことを。人間はドラゴンには勝てない。みんなを守れるなら人間じゃなくていい。マザークレイ、それぞれドラゴンを、他のメンバーは小型の撃破をお願いします。ローグ、他のドラゴンへ回れ。ドラゴンスレイヤーのいねえギルドを助けるんだ。ナツさんの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない、仲間を守る勇気をだ。スティンガか。感情のないセーバートゥースは終わったんだ。俺たちは前へ進む。